結構ね、かなり寝起きなんですけど、本日、今日昼ね、おもろいとこ行きますね。いやほぼ強引で俺が地獄に落ちるかどうかって企画でビビってんだよね。結構勇気いるじゃん。まあでもちょっと今日楽しみありますね。そうですね、ちょっとあるとこに行くのでやっていきたいなと思います。その前に、ね、サーフィンの練習プラス、あとすぐに、ね、パーソナルトレーニングがあるので、その辺もですね、やっていきたいなと思います。なんか思ったよりこれハマってますね。意外に面もよく、そんなにゲットと真正面から行くとやっぱりちょっとハマって、左のちょっと堤防寄りに、ここに堤防があるんですけど、ちょっと左に寄ったらパッと上がってきますね。やはり右、あそこから 30m ぐらい右だとなんかカレントが違いますね。だからまあこっちは人が少ないんでしょうね。この右からは上がりやすいんですけど、あの堤防のとこからやっぱり左、右には人はいっぱいいますけど、こちらはほぼゼロに。ちょっとこの辺がゲットしやすい、しにくいみたいですね。プロでもなんかさっきからそこちょっと左行って前行きましたけど、この辺はもう全く出れない感じですね。穏やかに見えても流れがあるとなかなかゲットできないっていうのがサーフィンで、意地になってもダメだから場所を変えるっていうことがね。だから多分ここアウトいないんですね。波こっちの方が良さそうに見えるんですけど、あれ本当に意外にあの辺で止まるな。もっと左から行かないと。でも左行くとここもかなりカレントあるんですよね。ちょっと流れがこれ越えるともう意外に面いいんですよね。ここだけちょっとカレント入ってますけど、チャンネル登録よろしく。はい、こんにちは。本日なんとですね、かなり新しいことに挑戦するということで、ある場所に向かっております。それこの格好を見てもらったら分かると思って確かにこれね、今凝ってる革ジャンやったり、じゃあ靴見て、靴、おー、アメリカ人スタイル。ちょっとね、凝り出したからね。もう凝り出したらもう止まらんから、もう次はもうこれの茶色欲しいとか言ってます。そう、あ、言ってしまった。ああでもっとやばいのが、これ着とるとさ、バイクで来たのとかいちいちさ、うん、ちょっとめんどくさいこと言われるじゃんっていうことはトラックに バイク積むか。それしかないですね。バイク積んで走る。でどっかでサンダーバード2号みたいに言われたら、そのバイク下ろして乗るコンビニを。はい、というわけで本日今向かっている場所がですね、バイク屋さんということで、ね、やばいことになってきたねこれ。僕はですね、車の免許しかないんですけど、元は中型免許まで持ってるらしく、まあ、昔よく乗ってましたらしいです。そう、バイクはね、車と一緒でめっちゃコレクションしとったから、常に 2,3 台持ってたから結構詳しいんだけど、ただ22ぐらいでやめたんですよ。そう、だからあんまり詳しくないやろ。今はわからん。昔は本当に FX ってやつより、 CB400 フォアとか、貴重なフォーク2とかペケジェとかね、 CBR-RR とかいっぱい、あと GB とか短気筒ペケいっぱい持ってたんだけど、今の新型は分かんない。だから今車じゃ、だから今バイク好きの方はちょっとお手柔らかに見てほしいです。そう、だから教えてほしい。やっぱトラッカーとかも昔なかったから、僕はそういうね、もちろんハーレーとかすごいと思うんですけど、手軽に行けるトラッカーみたいなやつが好きなんですよ。そう、あれだとちょいちょいってコンビニ乗れるじゃん。めんどくさくないじゃん。グラデーターとかに乗せたらかっこいい。ここだ、ここと、もうちょっとバイク屋さん行く前にちょっとご飯でも行きますか。そうだね。それとさ、今日イーカーライフでグラデーター一番でやっとったね。やってましたね。すごくね、あれはまあ個人用じゃなくてさ、豊橋ナンバーで
ジープの本社が多分ロシア車なんだけど、ぜひ見てほしくない？そうですね。かっこよかったね。かなりイケてましたね。第一波は完売らしいじゃん、やっぱり。いや、結構、本当に最初買った時さ、売れるか売れんか分からず、一か八かで買いましたけど。もうワンチャン狙いだったからね。結構今のところいいんじゃない？いや、いいよ。で、そしてからの、ちょっとこれ、おとんが最近買った自慢のスピーカー。マーシャル、それいいんだよ、かっこいいんだよ、まあ、車用ということで、ちょっとこれミニなサイズですけど調子良さそうですね。そう、いいね。肉食うか、ステーキ。ああ、肉あれめっちゃまずいね。そう、それ言ったらあかん。行ったことあんの？ある。あ、俺ないもん。何食うよな。あ、ほいで、あれだよね、俺も今日見入ったけど、あのイーカーライフ、はい、かっこよかった。で、車高がさ、35ミリ高いからやっぱ迫力あるよ。長さは 5m60 でとんでもなくでかいじゃん。確かに。なんか楽しみだよ。それにさ、ファッションでバイク積みたいから俺に山ふらかして買わせようってさ、いつものパターンじゃないの？え、あれどっか乗りたいんだよ。って積んで走りたいんだよ。車の車に積みたい。ここ、ここレッドバロンいっぱいあるの。あるやん。ここも行かなかった。うん。まずご飯食って、こことあこ2軒あるからさ、はい、行きましょうよ。まあそんな感じで、ちょっとあの午後の練習前にこんな感じでね、休憩時間にやってますということで、ちょっと動画残していきたいなと思います。今日忙しいよね。トレーニングもパーソナルもあったし。そう、トレーニング後なんですよ、今ちょうど。で、このまんまあれでしょ、すぐまた練習行かなくなるから、はい、で、明日からね、また大変な旅になるから。そうですね、ちょっとそういう感じで本日もやっていきたいなと思います。はい、というわけでですね、本日やってきた場所がですね、本日のランチはこちらの寿司創作料理ですね。お、なんかいいじゃん。初めて来る。俺も初めて。ちょっと和風な感じで。肉もあるし。弁当とか。いいね。こういう感じですね。社長弁当だって。これ社長ならんと無理よ。行きましょう。ちょっと便器いい感じなので初めて来ますね。ね、行きましょう。メニューはこんな感じですね。ちょっとゴーフロで分かりづらいけど、なんかすごくないですか？すごい。さっきのさ、あれホテルのご飯みたいじゃない？なんかそれっぽいな。でこれにしましょうよ。これ最高なんだって。だってうなぎもさ、天ぷらもそばも食えるんだよ。で、1790円って安い方うどうですか？もう安いっちゃ安いし、ランチだからね。もう他もうなぎこれ2000円ですね。だからうなぎ丼にしては安いよ。確かに。で、でもこれ魚、これもいろいろあるじゃん、天ぷらとか。1790円。みんな1700円ぐらいじゃん。こういうメニューなんですね、初めて来ましたね。うわ、すき焼きとかある。うまそう。いや、これやばいじゃん、すき焼きとそばで。すげえ。天丼とそば。ちょっとかなり。いや、焦って頼んだから俺これでよかったもん。なんか人気らしいっすね、団体来て。なんか今前になっちゃうから先に焦っちゃったもん。じゃ料理持っていきますね。はい。来ましたね、こちら。いや、超うまそうじゃん。うまそうやん。やばいよ。これが、入店2秒で決めたやつです。そう。でもこれさ、最高。俺うなぎも天丼も食いたかったから完璧じゃん。いや、そばも食いたかったやん。そばが一番食いたかった。本当は千代そば行こうと思ったら、あのトラックが入りづらかったから。そう、このここおしゃれですね。そう、いいね、スタイル出てますね。まあでもちょっとね、じゃあどんなこと言うと、やっぱりそばは天ざるかご飯とか嫌だったんだけどまあでもそこは入れんかったからね。そう、本格で。しちゃいましたね。ねえ、バイクスタイルで来たのにさ、中入れない、あの撮影やっぱり禁止らしいです。禁止らしいですね。ちょっと見ていきましょうか。そうですね。今回ちょっと1店舗目、今回2店舗行くんですけど、まずレッドバロン行きましょう、とりあえず。どんなもんか、ね、ちょっと気になるのあったらちょっとさ、写真ぐらい撮っていいんじゃない？こそっとね。こそっとって言ったら怒られるよ。写真撮って気になったあったらちょっと載せたいなと。そうだね、そうしましょう。まあでも狙うというか、そういうのいいんちゃうっていうのはあるの？じゃあ本当に分からんから、それこそ見てさ、どんなんがいいか今から考える。理想的な。そうだって分からんやろ、自分だって全然知らんし。車とさ一緒で作り上げるとかあるんかも。いや、あるよ、順番に改造してこんだよ。ハーレーとかもそうだし、シングルのバイク、ほとんどバイクってトラッカーなんか特にさ、ノーマルはだってかっこよくないよ。そういうこと。モトクロスさんはそのまま乗るんかもしれんけど、でもまあでも時代がさ、30年以上乗ってないから、変わってるから勉強ですね、とりあえず、ね、この車はしかしさ、気に入っとって、俺自分のディフェンダーよりこっちは気に入って、
やばいじゃん。自分の車来たら俺ディフェンダーもう一個の車庫にしまってこれ置いとくかなっていうぐらいこっち気に入る。いいことですね。チャンネル登録よろしく。続いて2店舗目こちら。まあこの辺って言えば本当に 1,2 店舗しかないもんね。こことあそこしかないから、そもそもさ、コメントでそんなとこじゃダメだよ、あそこ行けとか教えてくれるかもしれない。確かに。昨日は俺ネットではいっぱい探したの。これ良くない？めっちゃかっこいいっすね。ちょっと初心者でわかんないけど、これだとさ、改造シーズンさらっと乗れそう。似合っとる。え、どう？行ける？めっちゃ似合ってますよ。ちょっとだけ撮影用にマスク取らせてもらおう、はい、ちょっと初心者やからな。初心者やからな。いろいろ聞かない。そう。ちょっと座ってもいいんですか？あ、大丈夫だ。どう？いける？似合っとる。こんな感じ？いや、すごいと思います。これっていくらですか？車両本体が64万円なんで。え、じゃあ何、似たようなトラッカーの改造したやつ買うのと変わんないじゃん。そうですね、新車はそんなに高くなくて、乗り出し、あの時計機込むと、はい、まあ、70万円ぐらいで、強いて言えば、ちょっと恥ずかしいけど、何をマフラー変えたりするわけ？あ、まあ、マフラー変えたりとか、まあ、あとは見た目以外だと、例えば高速道路をもし乗るとしたら息しつけたりとか、はいはい、あとナビの携帯とかホルダーとか売ってんですか？それはもう何、どこでも売ってんの？そうですね、今アマゾンとかでも売ってます。バイク用の落ちないやつが？そうですね。これはちょっとモデル名とか教えてもらっていいですか？あ、これホンダのデブル250。人気これやっぱ。これ人気車種ですね。え、これいいわ。超かっこいいやん。いや、俺これでいいって言い方は良くないけど、これ良くない？これ新車ですかね？これ新車。新車ですね。いや、新車の方がいいわ、やっぱりなんか。逆に？これ安心なんちゃう？じゃあ変なの買ってさ、割高とか言われても嫌じゃん。分からんから。で、色も他あるんですか？一応これカタログで渡していただくんですけど。え、かっこいいよ。ベージュとかあるよ。ベージュやばい。ベージュやばいやん。で、これは何？カスタムキットもいろいろ出てるわけですか？なんと、ある程度の、そうですね、例えばサイドバックだったりとか、はい、そういったものは出てますね。超かっこよくない？かっこいい。で、はい、FTR とかさ、人気のやつあるじゃないですか、はい、川崎とかでも。昨日ネットで見たんですよ、初心者で。こうしたら意外にちょっと改造してあると、このぐらいの値段するわけじゃないですか。そうですね。ということは、そういうのに比べると人気はないのかな？あ、人気はありますね。ちょっと今、新車がなかなかメーカーが作れなくて、はい、玉数が少ないんですよね。これだと何、即納はないんですか、じゃあ。あ、一応今あるこの車両だったら大丈夫なんですけど、もし他の色が欲しい、例えばこのベージュとかが欲しいってなったら、はいはい、ちょっといつ入ってくるかわからない。あ、車と一緒ですね。感じですね。なるほど。何、変なこと聞くけど、ああいう人気シャツとこれだったら、もしさ、やっぱりハーレー欲しいって売るときにリセールが良くないとか、それはないですか？レブルだったら、今の状況だけでお話すると、はい、リセールのはだいぶ高い。あ、いいんだ。むしろ今このレブル、玉数がなさすぎて中古の方が高いような状態。新車。ああ、なるほど。で、そういうのに弱いからな。あ、そう。あ、そうなんだ。じゃあ、初心者すぎてこれ分かんなくて初めて見たんですよ。なんで、一応この車種は、在庫ある方が逆に珍しいぐらいの。じゃあもう見つけたら買いなぐらい。そうですね。でもこの、これがいいとか言うと、もう、そうですね、それがいい、他の色がいいってなっちゃうと、ちょっと次いつ入ってくるかうちも分からない。1年とか、まさか。もしかしたらかかっちゃうかもしれない。これどう、いける？うわ、結構似合うよ。ちっちゃくない？契約おめでとうございます。いや、こんなん言ったらもうこれ取っといてくださいって言わなきゃなってくるじゃん。いやー、結構ちょっと一回またいでみてよ。かっこいい。色がいいっすね。また色いいか。いや違う、その青とかじゃなくてここの。あ、そうそうそう、この感じ。これさ、ベージュがいいんだけど、それ注文するといつになるかわからんだって。ディフェンダーと一緒やん。そうだよ、やばいよ。ちょっとこの青がちょっと気になりますね。そうなんや。なんかこれもう一個あとツヤ消しのがかっこいいよね。まあでもまだ次々乗るわけじゃないし、改造してもいいんじゃん。そうそうそう、色々。 それは言える。これこそ次々は買わんと思うから、うん、でも行くとしたらまたどうせハーレーがいいとか言い出すのがめんどくさいじゃん。それはだるいっすね。でしょ。だからもうさらっと行きたいよね。
いやでもマジ似合うよ。このライト見てん、ポルシェの911みたいに LED4 灯。チャンネル登録よろしく。はい、というわけでですね、ちょっとバイク見に行って、ちょっと今検討中ですか。そう、ちょっと本気で考えてる。まだだって勉強してんの何がいいかわからんじゃん。そうですね。でとりあえずあれがなんか良かったな。まあ結構ピンきたんで、さらっと危うくはめられるとこだった。いや、これ1個しかないんだったらもう取っとかんのダメですかって聞くとこだった。初めて行った買うとこでしたね。そう、危ないな。でジープもああいう感じで 買っちゃったから。確かにやばいとこだった。でちょっとね、今見とる方でそのやつ何と思ったからおると思うんですけど、なんかこれね、海外から作られたやつで、まあ、既製品なんですけど、まあ、新しく発売されてました。でこれ値段が、まあ、3万5000円ぐらいなんですよ。でちょっと安めで、しかも生地もこんな感じで、なんていうんやろ、海外の作りみたいな感じになっとるから、まあ、ちょっと薄めではありますけど、これからの、まあ、季節にはちょうどいいかなと思いまして、新作です。だから店置きでピシャッと買えるやつでしょ。そう、まあ、ならいいじゃん。で今からちょっと初おろしということで使っていきます。今ですね、オーストラリアで試合やってると思うんやけど、 CS クイックの海外のライダーが今着てるウェットです。リオとかちょっとピンクで新しいんですけど、でもかっこいいよな。まあそんな感じで、ええ、ユーゴ先輩がいいって言ってもくれます。こんにちは、久しぶりです。やば、ユーゴくん出てくると。サーフィン やめてないですよ。顔黒いけど、それはスノー焼けですか。まあ、半々っすね。でもまだ最初、サーフィン やっとるか聞いてないのに。そう。いやでもディズニーランド行ったり、スノー行ったりしとんの知ってるよ。それだいぶ前。そうか。USJ 焼け。USJ 焼け。そういうことです。まあまあまあ、いろいろね、いろいろやることやってるんで。でも今度あるでしょ、一緒にプールやるんでしょ。あ、そうだ、イベントよろしくお願いします。お願いします。6月3日、うん、ゆうごくんのサーフィン TV がね、主催して、はい、まさかの誘っていただいてまして、ね、嬉しかったです。スーパー豪華メンバーで、カナンちゃんも来てくれて、もう40人埋まったんですよね。多分40人来ますね。楽しみですね、それ素晴らしいね、はい、3時間貸し切りで豪華だね。そうです、バーベキューもやるんで。おー、いいですね、はい、超奥深いって感じですね。そうです。女性も来る、お客さんで。女性も、はい、なんか、あ、名前には入ってたと思うんで。ほとんどユーゴくんのお客さんじゃないなわけで。嵐の影響がすごいです。いやいや、はい、でも、誘ってくれて嬉しかったです。はい、楽しみましょう。これ見てくれとるから、もしかしたら来るからおると思うから。あ、そうじゃん。そうですね。ユーゴくんね、いろいろ騒ぎをつけてくれたら、ね。コメントに行くぜって書いといてほしいね。確かに。はい、でも夫婦で応募してくれとった人おって、コメント欄で、嬉しい話ですね。ぜひ楽しみましょう。6月3日よろしくお願いします。ありがとうございます。で今日はもう帰るんですか。今日今からやってないじゃん。もう上がるんだ。普段の俺ならやってないでしょ。はい、何のために今日はやるんですか。今日は練習っす。友達と来たんじゃないんですか。今日はうちのスタッフと。あ、そうでしょ。はい、でしょ。一人では来ないですよね、まさか。一人でまさか来ないですよね。またお願いしますよ。はい、またお願いします。ありがとうございます。じゃあ6月3日お願いします。よろしくお願いします。
お疲れ様です。お疲れです。はい、というわけで本日ね、結構波ありましたね。意外と、いや意外に波良かったじゃん。サイズアップしてきて、胸ぐらいにまで上がってきて、で結構ね、胸ぐらい上がってきたから、このサップドライバーちょっと対応しづらいかなとは思ったんですけど、まあ、正直言うとね、結構ターンとかはもちろんドライバー 2.0 の方がしっくりくるなとは思いました。ちょっとレールが突っかかったり、まあ、引っかかるというか、あ、やっぱさすがコナミ予防だよなっていう感じではありましたね。だけど意外とね、このサイズが短い分回りやすいんですよね。結構本当短い木をぶん投げるみたいにこう回りしやすいんですよ。だから結構テイクオフしてすぐでもこうテール上げることによって回る回転がしやすいんじゃないかなと思いまして、2本ぐらいくる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 できたけど、どうでした？いや、でも良かったと思うね。だから意外に俺サップドライバーだって K なんかさ、サイズある時も乗るじゃん、短いやつ。確かに。エア用とか言って。そうですね。だから俺、これはこれで武器になるんじゃないかなと思う。そうやね。で、あとちょっとでかいっていうか、大きく見えても軽い時あるじゃん。うん、そういう時はスピードがあるから。軽くても全然前に走るから、伸びてくれるんですよ。いいんじゃない？そう、だから結構自分の中ではかなりいいボードで、いいボードっていうの毎回言ってるんですけど、そんぐらいいいボードなんですよ。まあ、だから相当気に入ったんでしょ。楽しみということで、本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもね、おもろかったなと思ったら、チャンネル登録と、インスタグラムフォロー、あとはですね、バイク悔しいかと思えば、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。